はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。全キャラの最強装備を見せてくださいということです。ありがとうございます。多分、俺が装備してるやつが、最強装備じゃないかなと思います。まあ、ざっとお見せしますね。まず、アンルシアですけども、武器はライトニングソードです。確かに天命の剣の方が攻撃力は高いんだけども、スキルがね、微妙なんですよ。なので、スキルが強いライトニングソードの方を装備してます。で、盾はゼレスタイトの大盾ですね。呪文ダメージが 20% 減少します。めちゃくちゃ強いですよね。んで、頭はこれ、黄金士の兜。スキルで 5% で貯めるがついてます。意外とね発動します。で、体の上ですけども巻いてです。巻いての服を装備できるやつは全員巻いての服を装備させてます。最高度 6% これが強いよね。んで、体下は黄金士のグリーブですね。頭と同じく 5% で貯めるがついてます。合わせて 10% ですね。結構発動しますので、これがいいかなと思います。で、アクセサリーは全員アクセルギアを2つ装備させてます。最高度 10.5% か、結構いいと思いますね。んで、ヒューザはライトニングソードを2つ二刀流ですね。で、頭はクリムゾンヘルムです。10% でタメルがついてます。はい。で、体の上は極重、これが 10% で倍キルと。で、体下は、とりあえず、極重のズボンっていう感じでつけてますね。若干ですけども、攻撃力が上がります。で、眉。眉は2つ装備を準備してますね。2つじゃないな。まず、素手と、デーモンロッド、コンですね。これを、装備してます。使い分ける感じですね。で、頭は極重。15% でバイキルトがかかります。んで、体の上が巻いて最高度 6% で、体下は、同じく巻いてですね。転びガード 14% がついてます。はい。で、次ダストンですね。ダストンは、ハンマーを装備してます。ハンマーを装備すると、パッシブで行動しやすくなるのかな。最高度なのでハンマーをつけてますね。で、盾は聖女の盾です。ブレス系ダメージ 10% 減少です。で、頭は黄金士。まあ、これはアンルシアと一緒ですね。5% で貯める。で、巻いて、最高度 6%。こっちも貯める。ですね。で、ラグアスも同じくです。黄金士巻いて、黄金士ですね。貯めると最高度がついてます。武器は一応ラクリマタクトです。これをつけてます。まあ、いろいろと、作ってはいますけども。まあ、槍とかもいいんではないでしょうか。で、フーラですね。扇、そしてルーンバックラーに、タイマの精霊王。これをつけてます。で、主人公はその時その時で変わる感じですね。今は遊び人をつけてるんですけども、ダークスターを常につけてるわけじゃなくって、装備を変える感じで使ってます。ダークスターは 20% でバイキルトがかかります。でも、メテオエッジ、こっちの方が火力は出ますね。雷属性の攻撃、まあ、この2つを使い分ける感じです。で、あとは職業によって、巻いての服、これを装備してる感じですね。はい。まあ、ざっとですけども、こんな感じが、最強装備だと思います。まあ、なんか、他にもあるならば教えてください。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。